今の特性、現状の特性を少し話をすると、ここからちょっとアドバイスにもなるんですけど、練習ができてる人、できてない人、いろいろあるかもしれないんですけど、私、ボクサーに対して言ってることがあります。これから今の現状を少し、今の現状が緩和をされて、ね、少しずつ少しずつ練習が開始されます。練習が、ボクシングの練習が少しずつできる。もしくはジムが開くということだと思うんですけど、そうなってくるとボクシングができますよ、試合が2ヶ月後3ヶ月後もしかしたら入ってくるかもしれないから準備をしましょうねっていう中で、今できる準備としてこの2つですね、対人と対衝撃、この2つについては少し頭の中に入れてほしいなと思います。対人はどうしてもできてない人はできてないと思います。ボクシングの練習で間合いであったり当て感だったりそういうものができてない人はどうしてもここはちょっと厳しい、自分一人ではできないかもしれないんですけど、この対衝撃ですね、対衝撃については、普段の練習ができてない選手についてはこれ意外と危険です。ボクシング、ポイントは首と拳と、まあ、お腹、この3つ、首、拳、お腹に対する衝撃が1ヶ月も2ヶ月もボクシングをしていないと低下をするところだと思うんですね。で、ボクシングができるようになった、マスができるようになったって言って急にやり始めて、急にね、首に衝撃を受けて首を痛めてしまって1週間練習ができなくなったとか、やったっつって急にサンドバッグミットバンバンやって、もしくは対人やって拳を痛めたっていうことが十分考えられるんですね。あとお腹に対する衝撃も普段のトレーニングではできてない部分であるので、この対人と対衝撃、特にこの対衝撃については3つ、首、拳、お腹っていうところは少し考慮して、これからちょっと準備をして1週間後2週間後もし、ボクシングの練習ができるんであれば、ちょっと頭に入れといてほしいなというふうに思ってます。拳とか特にそうですね、拳、手首、肘、肩、そういうものにちょっとこう衝撃を与えておく準備をする必要があるなと思います。私は神経系の要素ですね、神経系、自分の体を速く動かす、反応してすぐ動く、フットワーク、ステップワーク、そういうふうな神経系の要素は落ちるのが早いと感じてますね、トレーニングをしてて、十何時間も飛行機に乗って、次の日ホテルに入って3日4日動いてないと体動きづらいですよね。そういうことも起きたりしますよね。少しちょっと体が神経系の要素が低下をしてくるような、そんなイメージもありますね。 2,3 週間国際大会に行って息を上げてないと、強いパンチを打ってないと、強く体を動かしてないと、基本的にはコンディショニングは落ちてると思います。ですので向こうの現地でどういう体の動かし方をするのかってことになってくると思いますね。技術を身につけるための最低限のトレーニングで、最低限の筋力、最低限の瞬発力、最低限のスタミナを身につけよう。ボクシング技術でとにかく足を使って距離を取ってっていう技術で、自分のそのテクニックでボクシングを作り上げたければ、最低限のそれに必要なだけのフィジカル要素を高めようという考え方があってもいいでしょうし、いやいやいや、まずこの技術練習ができるための、技術練習がしっかりできるためのスタミナと、当たっても壊れない筋力と、しっかり強い速いパンチが打てるようなテクニックを身につけるための、まずは土台を作っていこうという考え方もあると思うんですね。これが皆さんの考え方になります。自分自身を高める戦略ですね。自分自身を伸ばす教科書には載っていない、攻略本を自分で作らなくちゃいけないので、どういう考え方でいきますかということになります。